皆さんこんにちは。今日はこちら春服の購入品を紹介していきたいと思います。私の好きなお店で購入してきました。もう最近ね、ほんと春服がめちゃくちゃ可愛いんですけど、今回は夏までね着れそうなものがあったので、そちらを買ってきました。でお気に入りの2つのブランドなんですけど、こっちがグレープフルーツムーンっていう古着屋さんで、こちらがローズバットになります。ということで、まずこちらの古着屋さんから紹介していきたいと思います。私がよく行く古着屋さんです。なんか古着とかインポート商品とかいろいろあるお店なんですけど、すごく可愛くて気に入ってるお店です。で今回ね2点なんですけど、あのセットになって飾ってあって、それがすごく可愛かったので、その2つをね購入しました。まず1個目、こちらです。最近流行りのねシアーな感じのブラウストップスを購入しました。はい、こんな感じ、透けてちょっと私が見えるような感じのシアーなねトップスです。でこちらはね半袖みたいな、ゴム袖っぽい丈ですね。でヒラヒラっとしてます。こういうのほんと好きなんですよね。で首はねゴムになってます。でカラーはねなんかベージュっぽい感じですね。はい、着てみるとこんな感じです。もうねほぼ透けてます中に黒のキャミを着てるので余計透けてる感がねすごいんですけど、すごいシアーな感じのトップスです。でもすごいキラキラしてるので上品な感じがあるんですよ。ツヤもあるのですごくおしゃれですね。でこのゴム袖っていうのがいいですよね。なんか長袖はよくあるけど、ここら辺の長さってなかなかないので、すごいいいなと思って購入しました。これはね本当夏まで使えるので便利だと思います。で首はこんな感じですね。ゴムになってるのですごく着やすいです。丈はこんな感じで腰ぐらいの長さです。おしゃれしたい時にすごいいいですよね。何色かねあったと思うんですけど、私はベージュっぽいカラーにしました。でこちらは3500円です。でこれと組み合わせてあったのがこちら、じゃじゃーん、メタリックのワンピースです。めっちゃ可愛いんですよ。はい、着てみました。すごい可愛くないですか。こういうねなんかメタリックなテロテロしたやつってすごい好きで、最近ね選びがちなんですよね。でこういうねキャミソールのワンピースが欲しいなと思っていて、いろいろ見てたんですけど、たまたまこのペアで飾ってあってめちゃくちゃ可愛いと思ってこちらにしました。で全体はこんな感じで、長さはねしっかりあるんですけど、横がね結構スリットが入ってるんですよ。なのでこれ1枚で履くとちょっとセクシーな感じになってしまうので、これはデニムとか太めのパンツとかをね合わせて履くといいかなと思います。で前は V っぽくなってるんですけど、後ろはちょっと深めになっててすごい可愛いですよね。で今日ね中に黒っぽいの着てるんですけど、これは黒ではなくてベージュとかなんか色が薄い方が合うと思いますちょっと黒は合わないかな。このねなんかキラキラとメタリックな感じの組み合わせがめちゃくちゃ可愛くて、一目惚れしてこれは組み合わせで買いました。でこのワンピースは私のはこれシャンパンベージュっていう感じの色で、もう一個ねゴールドっぽいカラーがありました。こういう色が欲しかったのでこちらにしました。でこのキラキラの組み合わせも可愛いんですけど、太めのデニムと合わせるときは普通の T シャツとかに合わせるとカジュアルおしゃれみたいになるので、崩して着るのも可愛いと思います。そういう方がね日常使いはいいかなと思います。でこれはねまだタグがここについてるんですけど、4500円です。すごい可愛い、これ本当気に入ってます。おすすめです。でグレープフルーツムーンでは以上です。この2つをね購入しました。でこっちローズバットも2つ購入しました。こちらもね夏まで着れると思うので結構いいお買い物ができたと思います。まず1個目はこちらです。オフホワイトのパンツですね。ちょっと太めのパンツです。デニム素材になってます。で面白いのがねサスペンダーがついてるんですよ。ここにこうやってサロペット風にも着れるし、外して普通のパンツとしても着れるのですごいいいなと思って購入しました。はい、着てみるとこんな感じです。結構しっかりハイウエストで太めですよね。でもウエストはキュッとしてるのでスタイルアップしてくれます。でポケットはここではなくて横にあります。後ろはついてないですね。すごいこれ可愛いですよね。でサスペンダーがついてて、ここは引っ掛けるのが2つついてます。でこういうベルトもついてるのでウエストも調整できますね。でサスペンダーのところもボタンがついてるので調整できます。
これめっちゃ可愛いですよね。すごい使いやすそうだなと思ってこちらを購入しました。でカラーがオフホワイトっていう感じなので、あの今の季節にもぴったりだし、夏にもね使いやすいと思います。真っ白じゃないからいろんな色ともね合いそうです。でこのトップスとね絶対合うなと思ったので、先にちょっと古着の方を紹介して、それを着たままこっちのパンツを履いてみました。やっぱめっちゃ合う。これこっちはちょっと大人カジュアルっていう感じがするんですけど、こっちのキラキラともね合うし、すごいいい感じです。一気におしゃれな感じになります。これはね絶対いろんな季節に使いやすいと思うのでおすすめです。でこれは S と M があったんですけど S サイズにしました。でこちらは1万2000円になります。ちょっとお高めなんですけど、あのいろんな季節に使いやすいし、結構長く使えるんじゃないかなと思ったので購入しました。でこのサスペンダーを取ってホックも外して、ここをね折り返してルーズな感じにもできるらしいんですよ。こんな感じでね折り返して使うこともできるみたいです。いや本当に可愛いこれで次ね、もう最後なんですけど、じゃじゃん、ワンピースを購入しました。もうねこういうのすごい好きなんですよ。こういうなんか柄すごい可愛い。で使いやすそうなブラックにしました。肩のところとウエストと手首のところに模様がついてます。着てみるとこんな感じです。さらっと着れるワンピースです。すごいね柔らかい素材でゆらゆら揺れるような感じです。でウエストのところの模様はキュッとはねなってないんですけど、ポイントになってすごい可愛いですよね。で薄めの素材なんですけど、ブラックだからそんなにスケスケにはならないのですごくね着やすいです。まあ、でも一応私はね中に履いてます。で袖のところは長いんですけどちょっと短いぐらいなので、春とかはねちょうどいいと思います。でここの模様のところがキュッとなってるので、ここをね上げるとここで止まるので、ゴム袖っぽくもねなります。クシュクシュってなる感じがすごい可愛いですよね。分厚すぎず薄すぎずっていう感じなので、絶対ねいろんな季節に使いやすいんですよ。1枚持っておくとすごい便利だと思います。で黒にこういう模様、カラフルな模様があるのがすごい可愛いなと思ったのでこちらを購入しました。で肩のところにもね模様があって、ここは V になってます。深すぎないのもいいですよね。今ねまっすぐのこういうキャミソールを着てるんですけど、それもあんまり見えないくらいなので、すごいちょうどいい深さっていう感じです。すごい可愛い。これもね即決めしました。すごい気に入ってます。でこちらはフリーサイズで1万3000円になります。これもねちょっとお高い感じはしたんですけど、結構春だけではなくていろんな季節に使いやすいし、あの秋でも使えるんじゃないかなと思うので、長く使うことを考えたらいいなと思ったので購入しました。こういうワンピースあるとね絶対楽なんですよ。普段の時でも1枚ねさらっと着れておしゃれに決まるし、絶対旅行の時とかにもいいと思うんですよ。リゾートとかでも合うと思うのですごい便利めっちゃ可愛い。これこちらもすごく気に入ってます。はい、ということで購入品は以上になります。今回はグレープフルーツムーンっていう古着屋さんとローズバットで購入しました。どれもねほんと気に入ってるし、結構長く使えるものが多いと思うので大満足なお買い物でした。ブランドもね今日紹介した洋服もすごくおすすめなので、ぜひチェックしてみてください。で今日使ってるリップはこちらです。 MAC のリップスティックのシュガーダダン、レンガっぽいカラーを使ってます。こういうねブラックのワンピースに結構合いますね。春にも使えるレンガ色ですごい可愛いです。はい、ということで今日も最後まで見ていただきありがとうございました。こちらの動画が面白かったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録はこちらからお願いします。それでは次のビデオでお会いしましょう。バイバーイ。